はい、それではテクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はですね、スパークラインというものをですねご紹介したいと思います。これ最近追加された機能なんですけど、使ったことありますか？いや、ちゃんと使ったことはないですね。なんか試したことはありますけど。はいはいはい。まあ、使い方としてはですね、セルの中に、いい感じに、グラフのようなもので視覚化しようというものなんですけど、ちょっと実際にお見せしていきたいと思うんですが、はい、こんな感じのデータがありますと。で、売上だとしますね。毎月ごとの売上が部署ごとにこれだけありますよみたいなデータですね。で、これをですね、こんな感じで視覚化していきます。で、まず1行をやってみますけど、この範囲を対象のデータにしますよという感じで、まず事前に指定してですね、で、挿入のスパークラインの挿入ですねと選択すると、ダイアログが開きます。で、まずインプットレンジですね。で、これがデータのインプットのところに先ほど選択した A の1から F の1が選択された状態で、ダイアログが立ち上がってきますので、で、次にこのこれを元にしたグラフの挿入先を指定します。ここですね。こんな感じで指定をして、とりあえず一旦これで OK してみましょう。こんな感じですね。この数字に合わせた、ラインの線グラフがここに挿入されました。端的に言うとこんな感じで、1行分のデータを視覚化することができますよという機能ですね。で、これをもうちょっと、凝った作りにしていってみましょう。じゃあまず複数行分ありますんで、これでスパークラインとして、こうかな。で、 OK ととすると、複数行に対してそれぞれの行のグラフが出ると。で、普通のグラフだとこう1枚の絵の中に全ての線グラフをこう重ねて、見せるという形になるんですけど、このスパークラインですとこの行ごとにグラフを挿入するという形の見せ方ができるというものですね。おそらくその仕事で使う資料の一つの見せ方としてはこれは独特なものがあるかなと思うんですけど、で、もうちょっと機能を紹介していきましょう。で、今線グラフとしてお見せしてるんですけど、違うタイプもあります。例えばカラムというのがあるんですけど、これうまくいくかな。これがいわゆる棒グラフですね。そうですね。はい、で、またはスタックドというのを選ぶと、これですね、ちょっと見慣れない感じなんですけど、プラスかマイナスかだけを表示するというタイプのグラフですね。例えばこの行ですと 1,2,3 4つ目のところがマイナス値になってるんですけど、 1,2,3 4つ目がこう下ですね。で、程度というのを表さなくて、プラスかマイナスかだけを単純に表示するというタイプのグラフです。なる、はい、で、他にもいろいろ設定があるんですけど、一旦ラインに戻してみますか。で、こちらはですね、ゼロ値が入ってるセルがあった場合にどう表示するかというやつですね。例えばここあたりがゼロというのが入っていますよという場合に、
このゼロ値をゼロとして表、あれあんまり変わらないな。どんなんでしたっけ、忘れちゃったな。ゼロ値が、ゼロ値の見せ方が変わるはずだと思うんですけど、あんまり変わってこないですね。スポーン、まあ、いっか。そうですね、なんか変わってないですね。あ、なんか変わったな。これはグラフの方向を右から左方向に、逆転させたというやつですね。うん、あまり使わないかもしれないですけど、まあ、ちょっとゼロ値のところは一旦置いときます。で、この他にはですね、プラスとマイナスの境になるラインを表示をさせることもできます。ここですね、この赤いラインがゼロを示すラインになっていて、で、マイナスのところはマイナスですよというのはここでわかるというものですね。で、もう一つがこのここなんですけど、このグラフとして表示をする場合の下限と上限に制限を設定することもできますと。例えば、ミニマムで言うと最小値は0としてマイナス値は出しませんよ。で、また上限値としては50までにして、それ以上の数字は表示対象外としますというふうな設定を行うことができますと。こんな感じですね。マイナスの部分はもう完全に消えてしまって表示されませんと。で、または、上の方の数字ですね、90以上の数字についても欄外に飛び出してしまって表示されませんよと、まあ、こんな設定ができるようになってます。で、あとはですね、今、ラインの部分に、例えばポチ点を入れることもできます。こんな感じですね。で、かつこれらに対してプラスでいろいろな書式を、これちょっと変わらないかな。あんまり変わらないですね。あ、これはですね、今これ何が見えてるかというと、最も高い点ですね、グラフの中で最も高い点を表示しているというのと、ちょっと色を変えてみますか。でもマイナスの数値について緑で表示をしますと。うん、こんなことができるわけですね。で、さらにもう一つ見ていくと、例えば最も低い、まあ、最も低いはマイナスがあるので、まあ一緒ですね。そうですね、ここはちょっとかぶってしまいますが、例えば、ゼロがなくって、マイナスがなくって、これが5が最小値ですよとなると、まあ、ちょっと他とは表示が変わってくるということになるわけですね。あとは何かな。ファーストポイント、あ、これはおそらく先頭の値、それから最後の値とっていうのはそれぞれ点として表示することができると。まあ、こんな感じですね。そうですね。割と細かく指定できますね。ですね。ちょっと棒グラフにしてしまうと若干意味合いの捉え方が難しくなるかもしれないですが、まあ、ラインにしておくのが一番いいかもしれないですね。まあ、これが一番よく使うかもしれない。まあ、はいはい、それぞれの行ごとの傾向を見たいっていう感じだと思うので。ですね。
まあ、初めでも言ったんですけど、こういう場合って通常グラフですと、こう1枚のグラフの中に全て重ね合わせで作ってしまうということが多いんですけど、まあ、こういうふうにこう1行ごとで、グラフを見せていくという、まあ、独特の見せ方ができるので、これはこれで結構使い手があるかなっていう気がしますね。はい、そうですね。はい、といったところで、まあ、ざっと一気に説明してしまったんで結構短めに進んでしまいそうなんですけど、はい、そうですね。で、ちなみに言うとですね、はい、今のところ画面は英語のままになってます。で、これは我々別の動画の方で、翻訳作業をしているところを公開してるんですけども、一応ですね、翻訳自体は作業を進めておりまして、で、まあ、おそらく次のリリースなりにはこれが反映されて、日本語になったものが、使うことができるようになるでしょうというふうに思われますね。はい、はい、といったところでですね、まあ、このスパークラインぜひ、使ってみていただければと思います。で、またですね、日本語 UI になったものも おそらく次のリリースなり、まあ、近々のうちには反映されてくると思いますので、日本語された暁にもぜひですね、このスパークラインを使ってみていただければと思います。はい、はい、といったところで、今回の動画もですね、スパークラインの紹介でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。